はい、こんにちは。札幌占い美容師さん、山下誠です。なかなか最近ね、検証する時間がなくて、動画もちょっとモモンガの動画も上げれていなくて大変申し訳ございません。モモンガオイル還元剤を今ちょっと製品化してるのがなかなかね、昨年からずっとやってるんですが、なかなかできなくて、製品化が最終決定するそのサンプルの方がね、ちょっと上がってきました。髪質の改善ができて、かつ質感がすごくいいのかと、そういう部分を検証してみました。今回はこの 10mm のロットですね、こちら2時間ですね、薬剤につけたままの状態、つけ置きをしました2時間。その後に、熱湯をかけてですね、そのロットの状態で熱湯をかけて、その状態でさらに2時間アイロンをした時のね、熱処理の感じをちょっ と質感を見たいなと思ったので熱湯をかけました。で、熱湯をかけてそのまま置いた状態がこちらになります。今これ濡れた状態でちょっとまあ少し乾いてきてるんですけれども、まずはこの濡れた状態をちょっと検証したいなと思います。検証ちょっと結果をですねお伝えしたいと思います。これがね一番かかってる感じがすると思うんですけれども、はい、こちらですね。これかなりかかってますね。まあこれちょっと一番マイルドで、まあ緩い感じがしますね。皆さんに送っているモモンガオイル還元剤はこれになります。これですね、はい。で、先ほどもうちょっと濡れてる時に毛髪のこうテストしてみたんですね。毛髪の強度テストですね。強度テストのテスト機使ってないので確実な、データではないんですけれども、まあ、ちょっと僕のね感覚値になってしまって申し訳ないんですが、まあ、このように1本の感じをちょっとこういうふうに、テストしてみました。この伸び率ですね、ここを、先ほどちょっと検証してみたんですね。テストの結果ですと、先ほど見た感じですね、一番強度が、あったのがこれですね。このモモンガの、今お送りしているモモンガオイル還元剤ですね。で、この3つはあまり変わらなかったんですよ、正直な話。強度はほぼほぼ一緒です。これが一番、弱くなってるかなと思いきや、まあ、そんなこともなく、あまり変わらなかった状態です。ただ、まあ、こう見て分かるように、この辺は結構馬力がね、あるんで、より髪質の改善できるのかなっていう部分は、あります。あとはもう今後、これから今度質感になりますね。どれが質感がいいのかっていう部分になってくるんで、これからちょっと乾かしてみたいと思います。ちょっとこの結構かかってた毛束があったと思うんですけど、これちょっと質感悪いですね。これはないなという感じですかね。まあ、この一番は比較的質感がいいですね。やはりモモンガ、皆さんにお送りしているモモンガオイル還元剤の質感が結構いいんで、まあ、この質感に近づけれるのが一番いいな。これはちょっと弱い感じがしますね。髪質改善にはちょっとパワーが弱いっていうのと、質感もあまり良くない。まあ、これが一番触った感じはいいと思います。ちょっとアイロンかけてみたいと思います。はい、でこちら今アイロン入れさせてもらいまして、質感をちょっと見てみました。で、これから製品化していこうかなと思う、まあ検証対象になっているものなんですけど、やはり先ほどのリッチが出てた分、ここの毛先がちょっと質感が悪い気がします。やっぱこれはいいですね。安定的です。で、今ほぼほぼこれ似てる感じなんですね、これとこれは。かなり似てる状態で作ってるんですけど、まあ、ここはほぼ変わらないかなって思います。これはちょっとかさつく感じがありますね、はい。まあパワーも弱いしかさつきもあるんで、あんまりちょっと良くないのかなっていう感じがあります。この2つは結構つるっとしてるんで、まあどちらかのスペックがいいかなっていうところですね。ちょっとこれは結構ね、パワーが強いんで、それなりに髪質改善できるかなと思うんで、ちょっと強すぎる感じがします。何回か繰り返して使った時にですね、はい、はい。でこれをですねちょっと濡らしてみたいと思います。でさっきウェーブがかかってたの分かると思うんですけれども、先ほどのウェーブのやつって外してそのままではないです。シャンプーを3回してます。シャンプーを3回した状態のウェーブの状態、洗った状態ですね。パーマ液ではないんですが、この化粧品登録の還元剤でもぐらいウェーブが出るんですね。まあ、髪質改善にはもってこいかなっていうふうに僕は思っております。でこれからちょっと濡らしたいと思いますね。はい、これまっすぐなってるの分かりますでしょうか。分かりますかね。これ濡らしてまっすぐなりましたよね。じゃあどういうことか、さっきのも濡れてたけど、さっきのは濡れててウェーブが出てましたよね。
こっちは濡らしてまっすぐなりましたよね。どういうことかと言いますと、要はアイロンの熱、要は熱によって形が形成できるということです。ですので、例えばカラー剤とかの跡とか、カラー剤混ぜたりとかカラーの跡とかですね、そういう時に使うとこのように髪質の改善ができると。髪質の要は歪みを整えるみたいな感じです。そうしないと、要は結局トリートメントってやってもですね、その時だけで髪質の改善まではできてないんですね。洗ったら取れますから。ですので、やっぱ髪質の改善、髪質を変える、ツヤを出ない人を一時的にツヤを出せてるように見せるんではなく、本当にツヤが出せるような状況に持っていくっていうのが、僕は髪質改善ではないかなと僕の価値観では思っておりますので、それをやらないと他店との差別化も出せないかなと思います。一時的にしっとりサラサラになったとしても、それが継続しなければ全く意味がないというのと、高単価が取れない、材料費だけ高くて、システムトリートメントなの材料費だけ高くて、それなりの結果が出ない、モンガに関しては材料費が安いけども、それなりの結果が出ると、単価が取れれば利益率が上がるということですね。これで今アイロン入れてまっすぐなりました。このようにですね、アイロンの熱でまっすぐを形状できます。またね、これもちょっと質感を調べていきたいんですが、ちょっと今音でね、音分かりづらいと思うんです。これがテンションなくスーっていくんですね。これも、皆さんに配布してるモモガもスーっていくんです。で、ここはちょっと音をするの分かります？ここもちょっと実は音してるんです。で、これはもうないなと思います。ちょっとパワー強すぎますね。うん。で、これストレート入れてもやっぱり少し強すぎちゃって、まあちょっと戻ってますね、これ。あと、香りですね。で、まあちょっと匂いを嗅いでみたんですけど、香りに関しても、まあこれが、香りに関してはまあ、これよりも、こっちの方が良かったです。良かったっていうか、特に不快な香りは出てません。どうしてもシステインだったりとかの香りで、ちょっと匂いが出たりすることもあるんですけど、まあ、濡れるとちょっと匂いが出ます。はい。その時の匂いもそんなに感じないですね。こういうと、まあ、これよりもこっちの方が、これが一番感じないです。なんで今回は、製品化としてはやっぱこれをちょっと、このスペックを、まあちょっとかなり時間かかりましたが、これを基本にちょっとやっていこうかなと。工場製作になると、どうしても単価が上がってしまう可能性があります。ちょっとまだどれぐらいで仕上がってくるかわかんないので、まあ、これからなんですけれども、だ今まで、これが1リッターでね、配布してるんですが、ちょっとだけコスト上がるのかなって感じがします。ただこれはもう本当に工場製で製作、商品として製作していただくというような形で、一応今見た感じは、まあまだ検証をね、継続して続けていきますが、今の感じであればこれで進めていこうかなという感じがあります。はい。まあ、共に質感もしっとりしてますし、で、乾いた時、濡れてる時、共に質感が、つるっとした質感があります。で、これはですね、ちょっとオイル、ほぼほぼない状態なんですね。はい。オイルの量を減らしてます。ほぼない状態です。やっぱり質感が全然違うんですね。で、モモンガオイル還元剤。まあ、勝手に僕はまあ、こういうふうに組み合わせて作ったんですけれども、かなりやっぱり、質感は間違いないかなって。まあ、3回洗ってますんで、3回洗って、その3回目は、食器洗い洗剤で洗ってます。はい、でトリートメントも一切つけてない状態のが分かりやすいと思ったんで、トリートメントも一切つけておりません。まあこれぐらいね、これぐらいパワーって面白いんですけど、まあこれはちょっとなしだなっていう感じですね。うん、まあこのやっぱり触ってる感じ、すごく柔らかい質感があっていいですね。まあもともとこれカールを形成できてなかったので、パワーも弱いですし質感も微妙なんですけど、まあ乾いてもちょっとまっすぐっぽいですね。じゃあ力もそれなりに強い。はい。パワー強く、ある程度強くないと、要はこれ直接つけてますからね。で、モモンガオイル還元剤の使い方自体が、モモンガパウダーを混ぜて使ったり、今でしたらモモンガオイル、
モモンガオイルにモモンガパウダーを 10% 入れて混ぜますよね。で、僕はそれにお湯を、総量に対して同じ量のお湯を入れて薄めてるんですね。要はつけるとき冷たいので。それでちょうどいいぐらいですから、かなりまあ、これはこんだけの強さでかけてません。もっとナチュラルですよね。例えばカラーだったら 20% ぐらい。10%、20% 入れるような感じですから、まあ、30% 入れるっていう方もいらっしゃるんですけれども、総量に対してですね、モモンガオイル還元剤を。まあ、それでもここまで直接、まあ、これもう浸してますからね、液に。なんで、もっとナチュラルな感じにはなるんですね。ただ、ある程度その中でも馬力がないと、髪質の改善できませんので、まあ、そう考えても、これはパワーもありますし、まあ、さらに質感もいい。で、匂いもあまりしない。そうなってくると、まあ、このね、2つが、今お送りしているものと、あとこの感じですね。はい。まあ、この辺がいいかなっていう感じで、検証の結果は、まあ、ずっと検証してるんですけれども、今日の検証でもやっぱり同じような結果が出ました。なので、まあ、続けてですね、まだちょっと商品化まで時間かかると思いますんで、現状としてはモモンガオイル還元剤は、まあ、こちらの方を送らせていただいているような感じです。で、まあ、この製品化でき次第ですね、ちょっとこれどうするか、ちょっとまあ廃盤という形にするかですね、今ちょっと考えてるんですけれども、はい。まあ、メインはこっちという感じになります。検証の結果からしてもですね、まあ、この辺もうこれめちゃくちゃ柔らかいなっていうんでしょうね、もう手で触っててもスッしっとりサラサラの質感がもう完全に出せてるんです。僕が狙ってた質感です。で、皆さん注意していただきたいんですが、モモンガオイル還元剤最後シャンプーして乾かす前ですね、お席で乾かす前は乾かす時も大切なので、このようなロールブラシを使って乾かします。要はそのバーって乾かしてアイロンを入れて髪質改善のアイロンを入れるっていうよりも、その乾かす過程も大切なんですよ。そこでキューティクルの方向だったりとか、ツヤとかを出していく方法としては、こういうロールブラシでドライヤーを当ててった方がいいですね。で、どういう風にするかっていうと、まあ、このような感じで、ドライヤーを当てていきます。こうやって乾かす感じです。要はその髪の毛ってしごくと水が毛先の方にこう流れるじゃないですか、溜まってくるじゃないですか。それをここでやった方が結構早く乾くんですよね、バーってやるよりも。なのでバーってやるとやっぱりお客さんの顔の方に水がこう来たりとかしますから、僕は最近あんまりやらなくてですね、もうこれでこういう風に乾かしてですね、で徐々に根元からの水しぶきを毛先に溜まって最後にバシャッと出すみたいな感じです。で、最後に根元乾かすような、感じにしてます。はい。もちろんツインブラシ、もちろんこのツインブラシで乾かしてもいいんですよね。はい。ツインブラシでも乾かしてもいいんですけど、ツインブラシだとドライヤー当てた時にここが邪魔になってあまり乾かないので、僕はあんまり使わないんですよ。なので、使う時はやっぱりこのブラシです。で、しかもこれですね、熱を当てると中が熱当たったよって赤く変わるんですね。なんでどれぐらいの熱当たってるかが分かるんですよ。はい。変色するタイプのブラシなんですけど、で中も熱くなってくれるんで、まあ、両方から熱を当てながらですね、でブラシのこの細かいこの毛でキューティクルを整えてくれますので、そのような感じにしてこう乾かしていきます。はい。で、それから、全部完全に乾いてから、アイロンを入れるという感じです。で、なぜね、根元からこうやっていって乾かさないのかっていうのもう1点あるんですね。要は毛髪内部水分がどこに残ってるかっていう部分なんですよ。はい。要はこうやって乾かしていった方が毛先の毛髪内部の水分が飛ぶわけですよ。バーってやっていった方が、わかりますかね。手でバーってやるよりも確実に飛ぶんです。っていうことはやっぱり220度くらいの熱を僕は使ってるんですけど、220度のアイロンで、まあ、スルーするんですが、その時にやっぱり水がない方がいいんですよ。水分がない方が質感がつるって仕上がるんで、水分ある感じね、例えばスピールアイロンみたいなウェットのやつ、あんな感じで入れちゃうとダメなんですよ。はい。あれはもう結構危険ですからね、やっぱり、まあ、なんぼ化粧品登録の還元剤というのもやっぱりドライ、完全ドライの状態、はい、
最近僕は縮毛矯正も完全ドライでやってますけれども、完全ドライの状態です。完全ドライでアイロンを入れてくるっていうのがポイントとなりますので、その状態を作ってください。なので乾かすとき、よりブラシでやると質感がアップしますんで、皆さんそういう形でちょっとやっていただいた方が結果が出やすいと思います。なんかいろいろコメントね、皆さんからいただきまして、僕が本当気づかされることがすごくあったんですね。で、皆さんのコメントによって、あ、そっか、そこを改善しないとなとか、あ、そこ皆さんに分かりづらかったのかなとかってですね、すごい気づかされる温かいメッセージが多くて、で、人によってはですね、あの写真、ビフォーアフターの写真だったりとか、そのモデルさんからの写真をもらって僕に送ってきてくれたりとかですね、それによってより精度を高くして、それで検証を繰り返してっていう感じで、まあすごく他にないものですね、それをオイルの還元剤っていうものをですね、皆さんの大切なお客様に使っていただいて、そこで喜んで、で、皆さんの売り上げも上がるっていう感じで、まあ、このコロナ禍でなかなかね、難しい中で、まあ、来店したお客様に単価アップっていうよりは、いいものを紹介して、それに見合った料金をいただくっていうような風に僕は思っておりますので、知らない、そのいい情報を知らないっていうのもちょっとお客さんにも申し訳ないので、いい情報はお伝えした方がいいって僕は思っております。ですので、すごくいい情報を僕が検証していいものを作りますので、それをお客様に提供してあげれば、お客様も喜んでくれますし、まあ、なんといっても自宅帰ってから手入れしやすいとかですね、そういう喜んだ喜びの声とかいただければ皆さんのモチベーションにもつながると思うし、で、新規のお客さんとかやっぱり他でやってないことをやってあげると、まあ、なんとなく来てみたお客さんもそこのお店、まあ、そのメニューがあることによって、リピートしてくれたりとかですね。で、難しいことやってないのでアシスタントさんとかもできる内容なので、それによって喜んでもらって、お店の売り上げも上げるってことは簡単かなと思います。で、まあ、その辺をまあこれからもちょっと検証しながら、皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。はい。なんで、まあ、引き続きモモンガグループの方法を皆さん、よろしくお願いいたします。はい。まあ、こうケミカルとかの部分から観点から言うとツッコミどころ満載の部分もあるかもしれませんが、僕はやっぱその現場リピートしたお客様だったり、現場の自分で感じた質感だったりとか、そこを重視しております。そこが一番だなと思ってるんで、それってお客さんも感じるとこだと思うんで、そこを重視した時に、あ、そうか、トリートメントっていいけど、トリートメントよりも改善しないと今の状況、まあうち癖毛の方多いんで良くならんぞっていうことで、まあその質感を改善するものっていうところに着目したんですね。やっぱり結果変わんないと意味ないって僕は思ってるんで、変わんないとそこで料金を頂戴してるのもどうなのかなって思うんですね。で、プラスアルファカラーもできますし、手術としてはそんなに時間変わらないんで、それでできればいいかなという感じに思っておりますね。はい。本当に散熱トリートメントとかやるよりも全然楽だと思うんで、まあ酸もやりすぎるとね、まあ酸で髪の毛自体が硬くなってきたりとか、要は何て言うのね、まあこれはね一概に言えないですけど、まあ酸もいいんですけど、髪がこう動かなくなってしまうのもちょっと良くないかなって僕は思ってて、まあ、髪ってやっぱ風を吹いてこう風にこう揺られてフリルのように動いていくっていうのが、まあ僕は理想かなと思うんで、しっとりしすぎててもダメだし、なんかサラサラでもちょっと物足りないなって、こうしっとりしながらもこうなんかフリルのようにこうふわっとこうなってる感じの質感っていうのが、まあ大切なのかなっていうふうに思っております。ですので、そこを追求した結果、モモンガオイル還元剤っていうのが、まあ今製品化もしかしたら、まあ、あと少しで
できるんではないかなっていうところまで来ております。ということで皆さんもう少しお待ちいただければ、またちょっと違った形で提供できるかなと思いますので、他にない商材をちょっと作っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。